では、定刻になりましたので、第14回目の計算会議特論 B を始めていきたいと思います。本日は、名古屋大学の方から安藤先生に来ていただきまして、2週にわたって、大規模 MD の並列化ということで、並列化の技術ということで講義していただきます。では、本日はその第1回目ということで、よろしくお願いします。どうもご紹介ありがとうございました。名古屋大学の、計算科学連携教育センター付属の、安藤といいます。本日はこの題名にありますように、大規模 MD 並列化の技術、その認識ということでお話をさせていただきます。まず講義の趣旨ですけども、分子動力学計算というものが、あるんですけども、それを私は専門にしていまして、それを例に、3次元トーラスネットワーク、これその K コンピューターとかその後続の FX10 とかで採用されてるんですけども、そのネットワーク上での高並列対応ソフトウェアのコーディング技術を紹介します。で、その内容は、K コンピューターや FX10 などで有効な技術だろうと、考えておりまして、おそらくですけども、他のソフトにも一般的に有効な技術ではないかと考えています。もしその、こういう内容に、触発された、新しい並列化コードを自作したり、公表された場合は、この下にありますこの文献1を、引用してください。そうすると、我々も、嬉しいのでよろしくお願いします。で、その次に、我々の開発ソフトはモジュラスという名前なんですけども、これでの実装例をもとに、並列、ここでは MPI、OpenMP、SIMD、それぞれについてですけども、それの効率化技術をメインに、演算の効率化技術についても紹介します。で、本講義ではその、他の分野の方もたくさんいらっしゃると思いますので、コードの詳細には極力立ち入らずに、コーディングの概念を、説明していきます。もしその、コードの詳細が知りたい場合は、このライセンスに同意の上、こちらのホームページでの、公開ソースコードをダウンロードして、目で見てご確認ください。で、こちらがその講義の目次になってまして、まず最初にその、分子動力学法 MD 法について簡単に説明した後に、分子動力計算の、並列化をするときにどういうことを考えているのかという、特性について説明します。で、最後に、本日の最後にこの並列化技術その1として、データ構造について、我々が考えたことを、紹介します。次回は、より具体的になってきまして、その2として MPI 並列について、その3としまして、OpenMP 並列や SIMD 並列の技術的な側面について説明していきます。まず最初にその分子動力学法ですけれども、基礎方程式というものがあります。それは、こちらにありますような、ニュートンの運動方程式、ただ一つであります。で、ここでその M と言いますのは、クランク原子の質量です。で、それ I と言いますのは、この I 番目の原子という意味です。で、この R というのは、原子 I の、RI というのは原子 I の座標、ベクトルを示しておりまして、T というのは時間を示しています。で、この座標ベクトルの2回 B 分かける M というのが、FI になるというのが、そのニュートンの運動方程式になります。で、大学の力学の授業で習ったと思いますけど、この FI と言いますのは、このポテンシャルというのを、この RI 座標で偏微分して、それにマイナスをつけたものになります。ここに R1、R2 とありますのは、1番目の原子、2番目の原子座標という意味で、それが N 個、全部の座標を使って、K 全体のこのポテンシャルエネルギー Φ というのが表されているわけなんですけども、それに対して、この今注目している I 番目の座標 RI で偏微分するというようなことで力が出てきます。これ右下にはこの N が6、6原子の場合の概念図を示してまして、それぞれの原子1が RI から R6 まで与えられてまして、そこに FI から F6 まで力が作用しているというような系を考えていきます。で、計算シミュレーションする際には、この運動方程式を数値的に積分してやるというようなことをしていきます。その際に、教科書等にありますように、このベルレ法というもので、この運動方程式を差分化してやります。
このベレー法っていうのは考え方はすごい単純でして、この RI、括弧 T 足すデルタ T というこのプラスデルタ T だけ進んだ座標というものを、そのテイラー展開、これ数学で習ったと思いますけど、このテイラー展開をしてやることで、右のように書き下してあります。で、ここでこの2番目のこの DT 分の DR っていうのが、この V そのものであるということと、この DT 二乗分の D 二乗 R というのが、この運動方程式からこの M 分の FT であるっていうことを使って、この3番目のような形に書き換えてやります。で、その一方で、このテイラー展開する際に、この今度マイナスデルタ T っていうのを考えてあげますと、符号は違うだけで全く同じ式が出てきまして、それを同じく変形してやりますと、この最後の式のようになります。これを足し算してやるというのがこのベレー法の考え方で、そうしてやると一番下のこの式が出てきまして、で、この右辺を見ていただきますと、この RT、時刻 t の座標と t 引くデルタ t の座標と時刻 t の力さえ分かれば、未来のプラスデルタ t の座標が分かるというような式が出てきました。これがそのベレーの差分式と言われるもので、MD 法といいますのは、これを使ってそのデルタ t プラス2デルタ t プラス3デルタ t 点点点というふうに、ずっと先のその座標を求めていくというようなことをしていきます。で、ちなみにその、現在の教科書を見ますと、このベルレ法の代わりにその速度ベルレ法を使うというふうに書いてあると思います。で、これはその、この速度ベルレ法といいますのは、その、より一般的な時間発展算子というものを使った差分法と関係してきまして、そういう意味もありまして、この現在はこの速度ベルレ法というものを使って差分化することが標準的になっています。しかしながら考え方はこのベルレ法と全く同じようなもので、数学的にちょっといじってやると、この速度ベルレ法というのが出てきます。で、この下の図はこの時間発展の模式図でありまして、で、この t イコール t の時刻からデルタ t 進みますと、原子座標が少しだけずれていきます。で、そのずれた座標を使って FIT たすデルタ T を計算して、またデルタ T 進めてやるということを、延々と繰り返していきます。次にその MD 法で用いられるその境界条件について説明します。これ2つありまして、1つが自由境界条件、もう1つが周境界条件になります。自由境界条件といいますのは、この粒子があって、その周りには何もないというものでありまして、これはその真空中で孤立したような形を扱うときに使用します。一方で、この周境界条件といいますのは、この自分原子が入っているこの基本セルというものを、こういうふうにそのタイル状に貼っていきまして、これをその無限法まであたかもあるかのように考えて計算するというものが周境界条件になります。で、これを用いますと、この真ん中のこの基本セルに注目したときに、周りにこの自分自身がありますので、その表面の効果というものが入ってこなくて、その有限の原子数、標準的には1万だったり10万だったりしますけども、しかしながら、そのアボガドロ数14、23乗とは圧倒的に比べて小さいような形でありながら、バルクな性質を扱えるということで、この一般的には、この周境界条件というものが、しばしば用いられます。次にその、原子間相互作用について説明します。今回の MD 法というものは、古典分子力学法の範囲で説明するわけなんですけれども、これは下のように、この古典禁示された原子間相互作用関数というものを使います。これはしばしば力場とかフォースフィールドとかいうふうに呼ばれます。で、この関数は下のような項からなってます。で、各項の意味は次以降で説明していきます。で、注目していただきたいのは、このここに黄色い囲ってあるこの RI っていうのが入ってまして、で、この RI について微分してやって、マイナスをつけることで力が出てくるというようなことをしてあります。で、ちなみにこの青く囲ってあるのが分子内、イントラモレキュールの相互作用でして、この赤く囲ってあるのが分子間インターモレキュールの相互作用になります。このレナード・ジョーンズと空路について赤と青がオーバーラップしているのは、
まあ、この LJ と黒については分子内も分子間も考慮する必要があるということを意味しています。でこちらにはその分子内のボンデド相互作用の模式図を示しています。で左上が結合伸縮運動を、結合伸縮運動を説明するためのポテンシャルで、その下が変革振動を表すためのポテンシャルで、でこれがその二面核周りの回転、この JK っていうこのボンド周りの I 原子、L 原子の回転を表す、まあ、ダイヘドラルというものを表すためのポテンシャル で最後はこのインプロッパーっていうのはその、標準ではないっていう意味なんですけども、この、標準ではない二面核の固有振動を説明するための、ポテンシャルになります。でこちらにはその、すみません。こちらにはその、計算するときのコーディングのイメージを示していますけれども、この例えばこのボンドポテンシャルを計算するときには、お外側にこの、ボンド数がのループがありまして、それに対して、RI、RJ から今のボンド長 B を計算して、ポテンシャルを計算して、力を計算するというようなことをします。でここは注意、ここで注意点が、その一つのボンドポテンシャルからこの I 原子に作用する力と、J 原子に作用する力というものが出てきます。アングルとかダイヘドラについても状況は同じでして、違うのは、すみません、例えばこのアングルは IJK っていう3つの原子の力が出てきます。で、二面核につきましては、1つの二面核から IJKL という4つの力が出てきます。つまりこれらはその2対力、ボンドについては2対力なんですけれども、アングルとか二面核っていうのは俗に今3対力とか4対力とか言われるような力であることを示しています。で次にその、分子内分子間の、ノンボンデード相互作用について説明します。このノンボンデードについてはこの、先のスライドで説明しましたけどこの LJ というものと、クーロンというものの2つがあります。でここで R と言いますのはこの原子間の距離でありまして、こちらのような式で、計算することができます。でこの分子内このノンボンデの相互作用はこの分子間とこちらにありますよね分子間と分子内それぞれ計算しなければならないというような性質があります。で特にこの分子内については注意点というのがあります。それは一つ目はこの1番目および2番目の隣接する原子これとかこれとかとは相互作用は計算しないと。でこれは1213ボイドなどと呼ばれます。この理由といいますのはこの2番目の原子とか3番目の原子との相互作用というのは先に説明したボンドとかアングルとかのポテンシャルで既に表されていますの でさらにそれ LJ とかクーロンを考えてしまうとその、ダブルカウントしてしまうということから、一般的には、この1番目2番目とは相互作用を考えないというような立場を取ります。で次にこの3番目の隣接原子、これですけれどもこれとは、ある因子 S で、スケールするというようなことをします。これは1、4スケールなどと呼ばれています。でこれにつきましてはその1、4相互作用っていうのはそのダイヘドラのポテンシャルで、一部、考慮されているんですけれども、それでは表現しきれないお釣りのような項がありまして、それを表現するためにこの1、4スケールというものを行っています。それより遠いこの、4番目イエンの隣接原子とはこの分子内の分子間の相互作用計算と同じように、スケールせずに、そのまま計算するというような性質があります。こちらの右側にはコーディングイメージを示してまして、で分子間については、お外で分子についてのループを回して、原子についてのループを回して、RIJ を計算して、ポテンシャル力を計算すると。で分子内につきましては、この X というこのスケール因子を考えまして、でこれがその、ボイドだったら0、1、4スケールだったら S を考えて他だったら1というようなものを代入した上で、計算すると一定のことをすることで、こちらに示してあるような計算をすることができます。ただしこちらに書いてあるのは、あくまでコーディングイメージでして、並列化効率等の観点からしますと、このまま書くとちょっと効率が出ないということがありまして、実際にいろんな工夫をして、より分かりづらいようなことを書いてますけど、考えていることはここと同じようなことを考えています。で次にそのLJ 相互作用特有の考え方について説明します。それはそのカットオフと呼ばれる処理を言います。こちらのグラフは横軸に R、縦軸にポテンシャルを考えた
ものでして、でこの点線および破線が、まあ、12乗の項、まあ、6乗の項を表しています。でこの実線が、まあ、実際の LJ ポテンシャルの形状を、まあ、表しています。でこのポテンシャルを見ていただきますと、この遠くに行けば行くほど、まあ、急速にゼロへ、まあ、前進していく様子が分かります。これは俗に、まあ、近距離力と呼ばれる、まあ、ものの、まあ、特徴でして、である、まあ、カットオフ半径ぐらいになると、まあ、値傾きともにほぼゼロになるという特徴があります。まあ、そのためにこの自分で決めたこのカットオフ半径位円はもう相互作用を計算しないっていうのことを考えることで、計算時間を減らすというような工夫がされています。まあ、ただその分子系ですと、まあ、留意事項があります。まあ、これは前さっきのスライドで説明しましたけれども、このボイドですとかこのスケールを考えなきゃいけないという点と、その同じ分子、この緑の同じ分子内であっても、まあ、このカットオフを適用しなければいけないですとか、この、まあ、分子間を考えるときには、まあ、いろんな、まあ、スタイルがありますけれども、まあ、今最も一般的なのはこの、まあ、分子例えば分子の重心同士でカットオフを定義するのではなくて、このあくまで原子単位でカットオフを適用して、まあ、この点線、この点線になっている部分の原子とは、まあ、その、まあ、相互作用を考えないというようなことをしてやる必要があります。まあ、こちらには、まあ、コーディングイメージを示しています。まあ、以上 LJ 相互作用ですけれども、まあ、まあ空論相互作用は、まあ、よりややこしくなってきます。まあ、その理由ですが、これ先ほどと同じように横軸から縦軸ポテンシャルを書いたときに、この点線とか破線に比べてこの R 分の1の関数といいますのは、まあ、非常にこのゆっくりと、まあ、減衰していきまして、もしこの LJ ポテンシャルと同じカットオフ半径を考えたときには、まあ、この時点ではこの値傾き、まあ、すなわち力ともにまだ全然ゼロになっていないというようなことがあります。まあ、そのためにこれを無理やりここでカットオフしてしまいますと、まあ、計算結果に、まあ、まあ甚大な影響が出てきまして、まあ、非常にざっくりと言えば、その、まあ、間違った計算をしてしまうというようなことが起きます。まあ、そうすると、まあ、その、まあ、MD 計算の結果から何か新しいことを言ったりとかすることが、まあ、非常に難しくなってくるというような問題が起きます。でそのためにその、まあ、カットオフしない、まあ、空論相互作用の計算法というものが、まあ、様々提案されています。例えばその、まあ、自由境界条件下ですと、まあ、一番簡単なのが、まあ、全ての IJ 原子水を、まあまあ、全部真面目に計算するというものです。ただしこれ非常に時間がかかるので、まあ、それをやりたくないということで、まあ、例えば多重極点解放ですとか、まあ、その高速多重極点解放、まあ、FMM というものが、まあ、発明されてきました。一方で、まあ、周境界条件下ですと、まあ、もしその教科書、まあ、MD の教科書を、まあ、読んだことがある人なら知ってると思いますけれども、このエワルド法ですとか、このエワルド法を工夫して、まあ、演算量を減らした、まあ、パーティクルメッシュエワルド法っていうのを、まあ、使って計算します。まあ、それ以外にもこの先に説明したこの FMM に多重極子についてのエワルド法をまあ合体させての方法というものも考えられてまして、でまあ我々の開発しているソフトではこの方法をまあ主にまあチューニングしてまして、まあそういうのがありまして、今回の講義ではまあこれの並列化を主に説明していきます。でちなみに FMM につきましては、その CMA 作用の計算科学技術特論 A のまあこの吉井先生のこちらの講義のスライド等を参照ください。でこれから先、まあ、数スライドではこの FMM 法というものの概要をざっくりと説明していきます。この FMM という方法ではこの基本セルを階層的に分化するといってのことをしていきます。こちらにはこの基本セルを分化した図というのを示しています。ただしその、まあ、簡単のためにこのまあ、この講義の範囲内ではこの2つを前提とします。1つがまあ基本セルはまあ一辺 L の立方体であるということと、もう1つは各辺は同じく2の N 乗階にまあ等分化するというようなことを前提にしていきます。この右の図はまあこれ2次元で書いてますけれども、 XY 方向にまあ16分割ずつした場合にサブセルがこうなりますというようなことがまあ書いてあります。でここで用語を定義したいんですけれども、このサブセルといいますのはレベル0、この一番細かく切った時の分割セルのことを言います。まあ、その一方でこの スーパーセルといいますのは、まあ、このレベル0のセルを、まあ、2次元ですと4個、
まとめて一つにするというようなことをするんですけれども、まあ、その、まあ、一つにしたセルのことを、まあ、スーパーセルと言います。例えばですけれども、こちらの青い線がその、まあ、まず1回目の、そのマージと呼ばれる操作をした時の、まあ、スーパーセルでして、で2回目を行うとこの水色のセルになりまして、でこの黄色のセル、この赤色のセルというような感じに、まあ、どんどんその考えるセルの単位が大きくなっていきます。で、まあ、まあ説明は前後しますけれども、この黒いのレベル0、青いのレベル1、レベル2、レベル3、レベル4というふうに名付けていきます。このレベル4といいますのは、まあ、基本セルそのものになります。でこちらには、その FMM で用いられている基本的な演算を、まあ、ざっくりとまとめたものが示してあります。まあ、詳細はちょっと、まあ、ちょっとあまりにも数学的に複雑すぎますので、まあ、まあ、省略するとしまして、でまず最初にこの P2M というこの点電荷の情報を多極子展開してやるという操作をやります。でこれを全てのセルについて、サブセルについてやってありまして、その後にこの場合4個のサブセルの多極子をマージして1つにまとめるという M2M という操作をしてやります。でこの操作を階層的に最上階層までやった後に、相互作用計算に移るわけなんですけれども、まあ、もし周期境界条件を考えている場合は、まず最初にこの多極子内ワラド法というものをやって、無限遠からの企業を取り込んでおきます。まあ、その上でこの M2L というこの、まあ、ここの左側の大きなセルの中心に作られた多極子が、この右側の点の中心に作る電波というものを、まあ局所展開という形で評価するという操作をしてやります。それを、まあ、マルチポール2ローカルというので M2L 操作といいます。でこれは、まあ、同じ階層の、後で説明しますけれども、ある有限個数のセルとだけ考えます。まあ、その上でこの中心に作られたその電波というものを、まあ、1つ下の階層のこの個セルの中心を使って、まあ、再評価してやるというようなことをやりまして、まあ、これを L2L 演算と言います。これを階層的に一番下までやっていきますと、最終的にはその粒子レベルまで、まあ、レベル0の、まあ、粒子情報のレベルまで落ちてくるわけなんですけれども、まあ、そこまで来て一番最後にこの一番小さなセルの真ん中につけられた電波を、まあ、粒子のこの座標の周りに展開しているという操作をやりまして、これを L2L 演算と言います。この L2P というものをやります。 L2P が進みますと、まあ、遠い場所にある電荷の寄与というものが、まあ、全て評価されたことになります。まあ、その上でその、まあ、後のスライドで説明しますけれども、まあ、近傍のセルの中にある粒子のとはその、まあ、相互作用はまだ計算していませんので、それは通常の粒子対の形の計算で見積もってありまして、それをその P2P、パーティクルトゥーパーティクル演算と言います。以上がその FM で用いられている基本演算の型なんですけれども、この赤くなっているところがその計算が非常にかかる、俗にホットスポットと呼ばれるところで、並列化する際にはここの部分をいかに速くするというようなことが問題になってきます。このスライドは FMM での相互作用計算の要点を示したものでして、でまずこの最下層のレベル0では、この赤いエリアに入っているその M2L とか L2L とか L2P では評価できない点電荷との間で、通常の粒子対相互作用の形で R 分の QI、QJ の形で点電荷を天然化との相互作用を評価する P2P をやります。それ以外にもここに A って書いてあるこの、サブセル上にあるマルチポールとの M2L 相互作用をした上で、上層からの全ての企業を考えた状態での、天然化への局所展開 L2P をしてやるというようなことをレベル0で行います。で一つ上のレベル1、ここで B って書いてあるところですと、ここではそのスーパーセル B との M2L 相互作用をした上で、その相互作用を一つ下のセルの中心で展開している L2L というものをやります。でこれと同種の演算をレベル2レベル3点点点というふうに続けていきまして、で最上レベルに達した時には多極子
多重極紙にワールド法を行った上で、それを一つ下に下ろしてあるエリツイルというものをやります。で、こちらの右の図について、もちろん説明しますと、この A って書いてるところは、こういうもんだなと思われると思うかもしれないですけど、この B と書いてあるところは、そのこのはみ出ている部分は、その宗教界条件を与えたところでありまして、でこれは実際はこの部分は実際はこの下の部分を折り返したものです。なので、その上の階層に行くほど、この宗教界条件の折り返し等を考えてやらなければいけないというような状況になっています。あと、この A とか B とか書いてある文字の数を数えてみますと、これ2次元ですけど、実は3次元になってまして、その場合には、その各レベルごと、この875個のスーパーセルというのは、この、875個のスーパーセルとこの M2L を考えなくてはならないような仕組みになってまして、それを全ての階層で同じ構造だけ相互作用するというような構造になっています。これはその、ここに書いてあります、FMA は入れ子構造というものを取っている関係上、このような、各階層ごと875個の、スーパーセルと相互作用する、計算するというような形になっています。以上で、MD 計算についての、説明が終わりまして、で次は、話題が変わります。でこれ以降はその MD 計算の並列化特性というものについて考えていきます。でこちらにはその MD 計算の処理フローというものを示しています。でまず最初に座標速度力学パラメーターを、リードして入力しまして、その座標からポテンシャル力、必要であればビリアルというものの計算を行います。その中にはその分子内力の計算、分子間力の近距離力の計算、それに分子間力の遠距離力の計算というものがあります。この赤く囲ったところがその総演算量の9割以上を占めてまして、ここをいかに速くするかというのがその並列化の問題になってきます。でこれらの力をそれぞれ計算した上で足し込んでやって、力ベクトルを得た状態で座標速度をベルエ法で更新してやって、必要であれば K の力学量や熱力学量を計算して出力してあります。でこれでデルタ T 進みましたので、また元に戻って座標よりポテンシャル力ビレをまた計算してっていうことを延々と繰り返すというようなことをやります。そしてある自分で決めたタイミングでリスタート用の座標速度を出力して計算を終わるというのが MD 計算の特性になっています。で、並列化する際にはこの赤く示したところの部分についてプロセスという単位に割り振って、別々に仕事をしてやるというようなことを考えていきます。でこのスライド以降はその並列化する際にどういうことを考えていいのかっていうのを説明しています。でこちらに運動方程式が書いてありますけれども、ここで注意したいのが、ある時刻 t において、これ i っていうについて、これ独立の演算をしているというようなことがあります。そのためにこの i について、並列化しうるというような特性をこの式自体は持ってます。でこちらにはその普通の MD 計算をどうコーディングするかというようなイメージが書いてあります。この大外のループがステップ数でして、これが増えると1デルタ t 増えていくというようなループになっています。でまず最初に全部の原子についてポテンシャルと力を計算して、座標速度を更新して力学熱力学量の計算をするというようなことをします。でその際にその MP 並列するのに最も単純な方法は、このポテンシャルとか力を計算しているループをこのようにプロセスで分解するというようなことをします。これをした際にはこの右にありますように、この赤いこの原子についてこの同じランクが受け持つというようなことになります。その上でこのループが回った後に、必要であればこのポテンシャル力を、全てのプロセス間で足し込んで、座標速度を更新してっていうようなことをやっていきます。
しかしながらこの並列化の問題点といいますのは、これにこの、このようにこの原子、このランク化を受け持つ原子がこうやってバラバラになっているということで、この例えばこの真ん中の赤い原子との相互作用を計算するときには、この範囲の原子の座標だけが必要なんですけど、例えばこの右上のこの赤い原子との相互作用を計算しようとしたときに、この周りにこの丸を考えたときには、この辺の原子の座標もこの赤いプロセスが持ってなきゃいけないということで、基本的にはその全ての原子の座標をプロセスが持ってなきゃいけないというふうになりまして、非常にそのメモリーに負担がかかるというのと、あとはそのこのオールディデュースという操作が入るせいで、その非常に通信量が多くなるというような問題が起きてきます。そうしますと、例えば8プロセスはその程度ではいいんですけど、1000とかそういうオーダーになってきますと、並列化特性がパンクしてしまうということがありまして、そのために通常はこちらにこれから説明しますような、この空間ドメイン分割による並列化というものを考えます。この並列化をする際には、まず最初にこの基本セルを各円に沿ってこのように分割してやります。でこれはその、先ほど説明しました FMM っていうのの考え方に、すごい似てるんですけども、それとは全く別に考えられた方法です。その上でこの複数のサブセル、この場合で4個のサブセルを各プロセスに均等に割り振ってあります。その上でこの赤いその自分のプロセスを所持するサブセル内と葛藤半径との兼ね合いを見ながら計算すべきその他のランクのセル内の原子座標を通信で持ってきてありまして、その相互作用計算をするというようなことをします。こちらにはその計算をするときにイメージを書いてありますけれども、この赤いバイランクの中にあるこのセルについてのループを回して、それに対するこのセルのリストを回して、その中の原子対についてポテンシャルと力を計算してっていうようなことをやっていきます。で、こちらに示してありますのはこの作用反作用 Fij イコールマイナス Fji っていう性質を使うことで、取り除くことができる J セルの範囲を示してまして、こういうことをすることで、さらにその演算量を減らしたりとか、その所持すべき座標の量を減らすというようなことはこの方法だとできるようになっています。もちろんその並列化の性能というものも最初に示した最も単純な方法に比べて、こちらの方法の方が圧倒的に良いというような性質があります。でさらにその本国で最初に説明したそのトーラスネットワークというものと非常に相性が良いというような性質がこのドメイン分割法にはあります。このトーラスネットワークといいますのは、こちらに示してありますように、この灰色のところが計算機だと思っていただくと、さらにこの黒い線はその計算機ですね、ケーブルなんですけども、その関係がこちらに格子天井にこのマシンがあって、それをケーブルがこういうふうに環状につなぐというのが俗にトラスネットワークと呼ばれるものなんですけども、これとこちらのドメイン分割との相性がいいというものはなぜかといいますと、こちらのトラスネットワーク上に色分けしてあるのがこの自分の担当するプロセスとそれ以外のプロセスという関係なんですけども、こちらで見えているこういう相対的な配置と、こちらで見えている相対的な配置が、そっくりのまま当てはまるということで、このトラスネットワーク上にこの、このプロセスをうまく分配してやることができれば、こちら右に書いてある図の分割をしたときに、非常に効率よく無駄なく通信ができるということで、トラスネットワークと相性が良いというような性質があります。というのもありまして、我々のプログラムでは、こちらの空間ドメイン分割による MPI 並列化というものを採用しています。はい、で次にその、どのような通信をしているのかというのを、このスライド以降を説明していきます。でこちらの通信、1とか2とか3、4といいますのが、その通信の種類を表してまして、でこの1といいますのが、この分子内力を計算するために必要な
極近傍との通信になります。この丸2と言いますのは、この、まあ、ちょっと隠れちゃってますけれども、この遠距離力の計算をする際に必要な、通信になります。で、この丸3と言いますのは、このベルエフを使って、その座標が移動した後の、まあ、通信になりまして、でこれはまあ後で説明しますけれども、まあ、その、まあ、座標がどんどん動いていくことで、その自分の担当している範囲から座標が飛び出したり、逆に入ってきたりするわけなんですけれども、そういうのを、まあ、帰属を変えているというような通信になります。最後の ④ といいますのは、この K 全体の量、例えば温度ですとか、まあ、圧力ですとかを得るために、まあ、通信する必要がありまして、それをするための通信になります。で、これ以降、まあ、それぞれについて、まあ、詳細を説明していきます。で、1つ目の、まあ、通信1なんですけれども、これは、まあ、再びになりますけれども、この分子内力や分子間力、まあ、近距離力の計算に必要な、まあ、相手原子座標 J、K、L の通信になります。で、まあ、特徴としましては、ごく近傍のプロセスのみ、まあ、通信するということです。でこちらには、まあ、例えばこの範囲の粒子と、まあ、この範囲にある粒子との粒子情報が欲しいというような範囲を、まあ、示しています。でまあ、特徴2つ目としましては、通信するデータサイズそのものは小さいということがあります。例えば、この1サブセルあたり40原子ぐらい入っているときには、大体まあ数キロバイトぐらいのオーダーのデータしか通信をする必要がないというようなことがあります。その一方で、注意点としましては、こちらにそのサブセルとこのカットオフ半径との関係を示しているわけなんですけれども、このもしこのカットオフ半径内の原子の情報が通信されてきていないと、このその原子との相互作用計算ができないということになってしまいますので、このこちらに式で書いてありますけれども、このカットオフ半径がこの n かけるこのサーバーセル長さ l よりも小さくあるべきだというような条件がついてきます。ここでその N といいますのは、これはその実装上のパラメータなんですけれども、まあ、簡単のために今回の講義では N イコール2であるということを前提にしています。これはすなわちこの赤いこのセル範囲から見たときに、右2個、左2個、上2個、下2個の範囲の原子についての情報が必要であるということを言ってまして、その範囲の原子座標を通信して持ってくる必要があるということです。注意点その2としましては、分子間結合については今の考えでいいんですけれども、この分子内結合の原子については、特にダイヘドラについて注意なんですけれども、これを通信範囲内にきちんと収めておく必要があります。こちら右の図にこの緑色のこのボンド付きで書いてあるのが今の注意に該当するところなんですけれども、この場合はいいんですけれども、もしこの4番目の原子がこの青いセルよりも下に出てしまうと、その原子との相互作用を、二面角のポテンシャルを介して、本来は計算しなければいけないんですけども、その原子作用が送られてきていないということになってしまいますので、きちんとそういうことも考えながら、その通信する範囲を決めてやる必要が、あるということが注意点になります。さらに、もしこの今注目しているこのセルといいますのが、この周境界条件を適用しなければいけないようなこの基本セルの角というか端に近い場合には、この通信する相手といいますのは左にあるように見えてますけれども、実際このずっと右端の、その右側のセルの情報を持ってこなければいけないですから、その情報を持っているプロセスをきちんと指定して通信した上で、この左側にあたかもあるかのようにデータを置いてやる必要が出てくるというようなことが注意点として挙げられます。でも以上がその近距離の通信パターンでして、次にその遠距離の通信のパターンについての説明に入ります。でこの時にはそのこれレベルってありますけれども、階層ごとにいろんなことを考えなきゃいけないことが変わってきまして、
で、まずこの最下層のレベル0についての説明をします。まあ、ここで、まあ、その多極子情報の通信 なんですけれども、この M2M というその、まあまあ、周辺の8個のセルをまとめて1つのセルにするという演算に必要な通信の範囲と、この M2L というこの周辺の875個のセルとの相互作用をする際に必要な通信範囲というものが2種類あります。で、まあ、特徴としましては、この通信の対象とする範囲が階層ごと異なるということがあります。これはその上の階層に行けば行くほど、まあ、遠くの情報を必要とするということを意味しています。ちなみにデータサイズとしましては、まあ、その粒子の場合よりも、ちょっとだけ、大きくなりまして、まあ、その理由は、その相互作用する相手の数多いですから、まあ、その分だけ、データサイズとしては大きくなるというような特徴があります。で、このレベル0について、この M2M の対象とするようなセルは、この緑から見てこの青いセルになっています。で、この青いセルは、このマイランクってこのもともと自分のプロセスが所持していた範囲に入っていますので、この場合であれば、データ通信は必要ないというようなケースになります。で、次にこの M2L の対象なんですけれども、なぜこの範囲になるのか、ちょっと時間がないので、ちょっと説明は省かさせていただくんですけれども、この緑に注目したときには、この黄色の範囲がこの M2L という操作の対象のセルになります。ただし、この緑がこの赤いマスの中で、どの場所にいるかというのに依存して、この黄色の模様が微妙に変わってきまして、この00といいますのは、この今この左下に緑がいる場合なんですけれども、これが右に1つ移動すると、この白い領域が少し右にずれます。で、これが01、これですね、これ間違いですよね、11になりますと、右上にずれまして、最終的にまたこの01になりますと、この左上にずれるというような性質があります。で、そのために結局そのこの階層でこの M2M というのと M2L という演算をしようとしてすれば、この青い範囲にあるデータというものが必要になってくるというような性質があります。これがレベル0の話でして、で、次、レベル1の話に移ります。このレベル0とレベル1の違いは、この緑色のこのセルの大きさに注目してください。で、これ4つにまとめられて1つ大きくなったというのはこのレベル1でして、このレベル1ですと、この M2M の対象のセルというのがこの青い領域になります。そうしますと、このもともと持ってたこの赤い領域から外れてしまいましたので、この場合にはこの M2L をするためにもこの通信というものが必要になってきます。で、さらにこの M2L という演算をする対象のセルはこの黄色の領域になっています。これはその先ほどレベル0に比べて広くなったなというのがお分かりになると思います。で、さらにこのレベル1になってしまいますと、この周期境界条件を与えた向こう側にもこの領域が出てきますので、これは実際は折り返してこちら側にありますので、そことの通信も必要になってくるというようなことが起きてきます。そうしますと、このレベル1ではこの M2M という演算とこの M2L という演算をするためには、この青色の領域にあるデータが必要になってくるというような性質があります。で、この上の方の階層での注意点といいますのは、この軸ごと、この X 方向、Y 方向ごとに、このどの先のランクまで見たらいいのかっていう範囲が異なるというようなことが起きてきます。で、この今赤いところに注目しますと、この青い領域のデータをもし持ってくるんでしたら、左側にマイナス4、右側にプラス5分のデータが必要であると。で、Y 方向にはマイナス4、Y のプラス方向にはプラス5というような範囲のデータが必要になってきます。で、ややこしいのは、この範囲というものが、この緑の場所がずれると変わってくるというところでして、先ほどはこの左にあったんですけど、この右側に移りますと、この Y 方向は変わらないんですけども、この X 方向を見ますと、
この場合だと左にマイナス5、右にプラス4というように、この必要とするデータの、必要とするデータを持っているこの相対的なランク番号がずれてくるというようなややこしさがあります。でさらにその下の階層とかで考えたように、宗教外条件というものを考えなければいけなくなりまして、このここにある情報というものは実際はここにありますので、あたかもここにあるかのように扱って通信して持ってこなければいけないというような複雑さが上の階層では出てきます。というのが通信の丸2、遠距離の通信の性質でして、で次にこの通信の丸3、隣接通信についての説明に移ります。これは先に説明しましたけれども、この運動方程式の数値積分の結果、この原子がどんどん移動していきます。そうしますと、この黄色の原子がどんどんこうやって赤いところから飛び出てしまうわけですね。でさらにこのもともと外にあったやつがここに入ってくるっていうようなことも同時に起きます。でこれを放っておくと、そのせっかくその空間ドメイン分割した利点が失われてしまいますので、あるタイミングでこの帰属を更新し直さなければならないということがありまして、そのための通信がこの通信丸3になります。この通信の特徴といいますのは、この再近接しているこの青いこの26個のプロセスと通信する必要があるということです。で2つ目の特徴は、このデータサイズは非常に小さいと、せいぜい移動するとしても多くて20個とか30個ぐらいですから、データサイズとしては非常に小さいんですけれども、どこに送るべきかっていうのは非常にややこしくて、そういう意味でその注意が必要な通信になります。で先に説明しましたけれども、この前ランクの赤い領域から出る粒子と、このそれ以外の領域から前ランクに入ってくる粒子、両方ありますので、これをきちんと取り扱う必要があります。でさらに今ややこしいのは、このこちらの左上の粒子にありますように、この斜め方向への移動とかがもちろん発生してきまして、こういうのにも対応しなければいけないというような複雑さがこの通信丸3にはあります。でさらに先ほど同様、このもしこのマイランクがこの基本セルの端に近ければ、この宗教解除条件による折り返しを考慮した上で、この左にいるように見えるこのセルは実際は右端にいますんで、そこに向かって粒子を通信してやらなければいけないというような、ややこしさが出てきますというのが通信丸3でして、で最後の通信丸4は、その径全体での量、例えばハミルトニアンですとか温度圧力などを計算するに必要な通信になります。で右側にはその運動エネルギーの例を示してまして、で運動エネルギーっていうのはこの2分の 1mv 事情を全部の原子について足し算した結果なんですけれども、今これをそのプロセスが持っている和と全てのプロセスへの和っていうふうに分けたような計算をする必要があります。そのためにまずこのプロセスごとの和を計算した上で、最後にこの全部のプロセスについての和を、例えばこの MPI オールリデュース関数などを使って計算してやる必要があります。特徴としましては、データサイズは極論すれば1変数しかないというような通信になります。しかしながら、その全プロセス間で総和を取る必要がありまして、通信範囲は非常に広いというような特徴があります。ただしその、こういうタイプの通信は、ハードウェアの機能の利用で、高速化できる可能性がありまして、例えば K ですと、この TBI っていう機能が入ってまして、そのごく少量 の, その変数のオールリデュースであれば、非常に早く計算できるような仕組みが元から入ってまして、こういうのを積極的に利用することで、ここにかかる時間を減らすというようなことをしています。ただし注意点がありまして、それはこのランク間でその二重にカウントしてしまわないように注意する必要があるということです。例えばそのポテンシャルエネルギーといいますのは、この粒子計算のタイプですと、こういう粒子の対ごとに全部計算していって、それを足して全部合計するんですけども、うっかりこういうふうにこのランクをまたぐところで二重カウントしてしまうと、そのもともとの1CPU で計算した頃と値が変わってきてしまいますので、
まあ、こういうことがないように、まあ、慎重にコーディングする必要があります。まあ、特に、まあ、ポテンシャルエネルギーと、まあ、BL の計算で、まあ、このダブルカウントがないように、まあ、慎重にコーディングしてやる必要があります。はい。で、以上がこの2つの、上2つの項目についての説明でして、でこれ以降、あとまあ40分ぐらいありますけれども、この並列化技術、その1としまして、まあ、データ構造の重要性について説明していきたいと思います。で、まあ、データ構造といいますのは、まあ、我々の経験上、この MPI の並列性能及び演算性能にまあ直結するほど、まあ、非常に重要なものです。で例えば、MD 計算のように、1サイクルあたりの経過時間が非常に小さい。まあ、まあ今はもうミリ秒とか、まあ、海外の例で言いますと100マイクロ秒とか10マイクロ秒とか、そういう信じられない大台になっているんですけども、その場合にこのデータ構造は特に重要になってきます。あと、まあ、まあ今後システムが大規模化したりとか複雑化したりするような将来になってくると、まあ、そのハードウェア上で性能を出そうとし並列性能とか演算性能を出そうとした時には、まあ、アプリケーションに、まあ、MD によらとか MD に限らず他のアプリについても、まあ、重要になるのではないかというようなことが、まあ、考えられます。でこちらには、まあそのまあまあ、我々が直面した問題の模式図を、まあまあ、示してありまして、この左側が、まあ、計算機 A、まあ、右側は計算機 B ですけれども、まあ、これとこれとの間で、まあ、なんかあるデータの転送をする必要が、まあ、ありますと。まあ、そういう時にそのこのメモリ左側のマシンのメモリー空間に載ってたやつをまあそのまあ、送るため の、 まあその配列にまあコピー、まあ、抽出してコピーした上でまあデータ転送をしてやりますと。で受け取った先ではまずそれをその、まあ、メモリにまたコピーしてそのまたもともと使った配列 の、 まあそのあるべきところに入れ直してっていうのことをまあするんですけども、まあ、この通信データの荷造りって書いてありますけどもまあ、およびコピーとこの受信データの二時及びコピーというものがその特に MPI 並列性能に非常にシビアに効いてくるというような経験を我々はしましてこれらを最小限理想的には全くないようなデータ構造を提案する必要がありました。それについて以降のスライドで説明していきます。で、まあ、理想としましてはそのプログラムを並列化のプログラムを書く前にネットワーク構造に最適なデータ構造を考案した上でコーディングをしたらいいわけなんですけれども現実としましてはすでにコードがあってそれをそのこれから新しくできてくるハードウェアに対して再チューニングするみたいなことをやりますのでそうするとその最中に問題に直面して既存のプログラムをまた一から書き直す必要が出てきたりするようなことが起きます。でこちらにはその、まあ、データ構造の問題について、まあ、座標を例に、まあ、説明してあります。でこれはその、まあ、通常どうやってデータ構造を取るかっていうようなことを、まあ、書いてあります。で、まあ、中にはこんなふうに置かないぞっていう人もいるかもしれないんですけど、普通、まあ、多分、まあ、大部分の人は、まあ、並列化しろって言われたらこう書くだろうっていうようなことが書いてあります。でこの左側が、まあ、オリジナル配列で、これはあの原子数の分だけ座標が切ってあって1から N まで詰まっていると。でこれをその MPI プロセスに分解したときにこの長さっていうのは大体この N をプロセスで割ってかけるマージンみたいな大きさにしてでそのプロセスが持っているデータっていうのをこの頭詰めする形でこの配列に置いてあります。でこれがそのプロセス数があるというような状態を作った上でそれ以降の演算なり通信をするっていうようなことをほとんどの人はすると思います。その上で、どういう問題が生じるかといいますと、でここに生じデータが持ってきたときに、この、通信した結果、データが送られてくるんですけども、これを、こういうふうに頭詰めしながら、どんどん詰めていくわけですね。こうした方がもちろん分かりやすいっていうのもあって、あとメモリが節約できるっていうのもあって、こういうことを普通はすると思うんですけども、これを、その通信するたびにこうやってどんどん積み上げていって、でこのデータを作るっていうようなことを、すると思います。ただしこの方法ですと、最初に説明したこの2時&コピーっていうものが大量に発生して、これがその例えば1万ノードぐらいになってくると、非常にその並列化性能を圧迫するっていう経験を我々はして、
まあ、これではちょっといかんともしがたいっていうことで、まあ、新しいデータ構造を提案したっていうのが、まあ、こちらのスライドになってまして、まあ、これを我々はその、まあ、メタデータ構造と呼んでます。で、まあ、メタデータというのは、この、まあ、あるデータに関する情報っていう、まあ、言葉らしいんですけども、まあ、ここではそのあるデータっていうのは原子座標のことを言いまして、で、この関連する情報と言いますのは、この原子が所属するサブセルの相対的な空間配置のことを関連する情報と我々呼んでます。で、このメタデータ構造ですと、この自分のランクの所持しているデータっていうのが、まあ、先頭ではなくて、ほぼ真ん中にあります。で、この長さっていうのは、まあ、大体まあその N プロックス割る、あ、原数割る N プロックスかけるマージンぐらいの、まあ、オーダーになってます。まあ、その上で、まあ、この配列以外に、このメタデータの管理配列っていうものを導入してやります。まあ、これはタグとこの NA パーセルっていうのを導入してやります。これの意味については次のスライド以降で説明していきますけれども、ここの次元がこの軸あたりのサブセル数ないし数パーセル数で切ってありまして、ここにその関連する情報っていうのが入ってます。で、このメタデータ構造を持ったデータっていいますのは、この1次元で見ますとこういうふうになってるんですけども、これを2次元での情報に焼き直してやりますと、このような形になります。で、ここで、まあ、横軸が X、縦軸が、まあ、Y になってまして、で、ここの11っていうとこからデータが始まって、ビーッと伸びていって、で、折り返して122、あ、すみません、122にやってきて、ちょっとすみません、戻りますけれども、12にやってきてっていうのを繰り返していって、この55っていうところが、この左の配列の一番上の部分になります。で、この丸括弧付きの X、Y っていうのは、このセルの番地を表してまして、111、212、31と、この行列の要素を指定するかのように、この番地が決まってまして、まあ、自分のデータをこの33っていうところにあります。で、その上で、このメタデータの簡易配列っていうのが、まあ、どういう役割を果たすかといいますと、まあ、このタグっていうのが、この33、例えばこの33番地に入っている原子の先頭の番号っていうのが収めてあります。で、この NA パーセルと言いますのが、このその33番目のサブセルに入っている原数っていうのが入ってまして、で、この2つの情報があると、このタグ33からこのタグ33足す NA パーセル33-1っていうふうに指定してあげることで、ここに入っている原子の情報をに対してアクセスすることができるような形になってます。で、これ何がいいんだっていうのは、その、まあ、この後と来週以降に説明していきます。で、このメタデータ構造を持った状態で、まあ、転送された座標データがどのように格納されていくかっていうのを、まあ、このスライド以降は示してまして、で、まず最初にこの X 方向についてだけ通信をします。で、まあ、これはその、まあ、トラスネットワーク上ですとこういうことが、まあ、まあ、できまして、で、まず X 方向、次に Y 方向っていうような通信をしていきます。で、この X 方向の通信につきましては、この右側から送られてきたやつは、このもともと持ってたデータに左詰めする形で、まあ、詰めていって、左から送られてきたやつはこの右詰めする形で詰めていきます。で、ここではその、まあ、やるなと言ってたこのニトキ＆コピーが、まあ、発生するんですけども、これはその Y 方向とか最後に Z 方向にもやるんですけども、そこで生じていた、まあ、ニトキコピーに比べたら非常に微量でして、まあ、我々はまあこれくらいだったら許そうということで、まあ、この X 方向だけはこのニトキコピーはまあ許してます。で、その上でこの Y 方向を通信するときには、このニトキとかニトキコピーっていうのは、まあ、一切まあ生じないような通信ができます。で、これはまあ、まあ、ディテールはまあ来週説明するんですけども、まあ、ざっくりと言いますと、この横方向のこの棒の長さ、この5個のセル長さって言いますのは、この Y 方向のどの、この1、2、3、4、5の Y 方向によらず一定ですから、その、そういう意味でこの隙間を込みで、この5個分のセルのデータ範囲を、まあ、いっぺんに送っているっていうことをすることで、このニトキとかコピーっていうのが一切必要ないような通信ができます。で、これをこのプラス方向、Y 方向、それぞれについてやってやることで、ここに書いてあるようなこの棒状のデータが、まあ、送られてきます。で、この範囲、もしこの範囲の
情報が全部送られてきれば、例えばその流出計算ですとか、分子内計算っていうのはできるような状態になってまして、でこのデータを使って計算するというようなことができます。さらにその場合には、その Y 方向の二時コピーとか、実際 Z 方向にもあるんですけども、その二時コピーがないおかげで、非常に効率の良い MPI 並列のコードにすることができます。で、データのアクセス方法ですけども、マイランクが所持しているデータは、先に説明した方法でアクセスするんですけども、例えばこの帯の部分データにつきましては、例えばこの一番下の緑の部分につきましては、このタグ11っていう、この一番最初の先頭と、この一番ケツのタグ51足す NA パーセル5カンマ1引く1っていうところを指定してあげれば、ここからここまでいっぺんにアクセスすることができます。これはもう完全に連続のアクセスになってます。で、並列化に詳しい方がいらっしゃれば、この連続アクセスっていうのはいかに重要かっていうのが分かると思うんですけども、今回の場合ですと、だいたい40原子かけ5サブセルぐらいですから、200原子ぐらい連続になってまして、これはその L1 キャッシュに十分乗るサイズでありまして、かつその SIMD 並列に対して十分な長さを確保してますから、非常に効率の良い演算ができるというようなデータ構造になっています。そういう意味で、このメタデータ構造といいますのは、通信の面で渡航するっていうだけではなくて、この演算の面でも渡航するっていうような、二重にお得な構造になってます。以上がその粒子情報についての話だったんですけども、次にこの多極子についての話に移ります。で、この多極子についてはその下の方の階層と上の方の階層とでちょっと扱いが変わってきまして、でまずこの下位階層の多極子について説明していきます。で、これが左側がそのオリジナルの配列になってまして、これ16×16要素を全部持っているようなものをプロセスで分割して、ここだけしか持ちませんよっていうようなことをやります。すみません、説明前後しますけれども、この下位っていうのを定義なんですけれども、これはその M2L の範囲10よりも、これ数パーセル分割数が小さいような時に、この下位というような言葉を定義しています。ちなみにこの2年ぐらい前にあったその計算、同じく特論 B で、この下位の定義についてちょっと勘違いしているところがあって、間違えてしまいましたので、こういうものだということを今回訂正しておきます。で、その上で、このようにこの今マイランクが持っている部分に対して、この M2M 対称セルとこの M2L 対称セルがこういう関係にあります。言い換えれば、この白いところはいらないわけですから、これを切り落としてしまって、この配列を袖付きで局所化するっていうことが、メモリーの観点でも非常に効率的です。この時にはこの袖部っていうのを考えるわけなんですけれども、この袖部っていうのはその下位階層ですと、この左側にマイナス4、右側にプラス4、下側にマイナス4、上側にプラス4っていうふうに一定値で非常に分かりやすくて、非常にいいわけなんですけれども、上位階層になってくるとこの袖部の数の数え方にちょっとややこしさが出てきますっていうのが後で説明するところです。ちなみにこのデータへのアクセス方法ですけれども、これはその粒子の場合、時と同じでして、マイランク所持データについては、こういうふうに55556566っていうようなところを指定した上でアクセスしてやります。で、多極子の配列には、この最後の2つの添え字で、もともとスーパーセルの相対配置情報が含まれているために、メタデータ管理配列は、実は必要ないような形をまとっています。これがその粒子の場合と違うところです。で、その上でこの M2L ないし M2M で必要なデータを持ってくるわけなんですけれども、この時に必要な通信といいますのは、この X 方向、Y 方向ともに、このしたくなかったこの二作りコピー、二時コピーっていうのを一切せずに、この必要なデータ範囲の情報を持ってくることができます。その理由といいますのは、この粒子と違いまして、この多極子っていうのは、この一つのセルの中に入っている情報っていうのが全て固定値ですから、その
まちまちにバラバラでないっていうことで、その右詰めとか左詰めとかする必要がないために、この双方のニットコピーなどが、まあ、必要なくて、まあ、非常にその素直に計算通信することができます。で、まあ、以上は下位階層の話でして、まあ、今度その、まあ、ちょっとややこしさの増してくるこの上位階層の話になります。まあ、上位階層の、まあ、定義といいますのは、この M2L 範囲がこのスーパーセル分割数よりも大きいときに、まあ、ここでは上位階層といいます。この場合にその、まあ、左側はそのオリジナル配列なんですけれども、これを同じくプロセス分割してこの赤い範囲だけしか保たないようにしますと。これにつきまして、その M2M 対象のセルはこの範囲で、この M2L についてはこの黄色い範囲のものが必要になってきます。これについてもその配列を袖部付きで極小化してありますと。ただしこの場合にこの袖部の数というものが階層ごと、かつこの自分のセルの場所ごとに、まあまあ、変わってくるっていうところに、まあ、ややこしさがあります。で、まあ、例えばこの例ですと、この左側にマイナス5、右側にプラス4、まあ、下側にマイナス5、上側にプラス4っていうような袖部を取ってやる必要があります。まあ、しかしながらこの Y 方向に1個下がった下のプロセスを、まあ、考えたときに、まあ、今度はこの袖部の数がこの左側にマイナス5、右にプラス4で、Y 方向にマイナス4、上側にプラス5っていうふうに、まあ、変わってきまして、まあ、それを考慮した上でその配列を制限してやって、この前ランクの処理するデータのアドレスっていうのを、きちんと覚えていく必要があります。でこれがその、まあ、さらに左にずれたりとか上にずれたりとかするたびに、まあ、変わってくるっていうようなややこしさが、この上位階層の多極子に、まあ、出てきます。で、まあ、先の説明を聞いて、その、まあ、鋭い方は、まあ、気づかれたかもしれないですけども、まあ、実は、無駄がある、まあ、通信に無駄が発生していまして、そのためにそのある工夫をすると、まあ、通信量、まあ、通信回数等を、まあ、削減することができます。でこれは、まあ、分かりやすさのためにこのレベル2で、まあ、説明してますけども、まあ、これがオリジナル配列になってますと。まあ、これをまあ、これまでと同じようにまあプロセス分割して、この袖部付きの配列を持つっていうのをことを考えたときに、あのここの青いところはその M2M の対象のセルを表してまして、で実際この周りにその黄色で色付けるべきその M2L の対象のセルがあるわけなんですけれども、それはその左にマイナス5、右にプラス4で、下にマイナス5、上にプラス4っていう範囲ので先にデータがあるわけなんですけれども、もうこの基本セルの大きさがこの大きさですから、このプラス4をしたときには、この下側の、この、もともと自分が持ってたデータの範囲に、この矢印の先が入ってくるわけですね。まあ、そういうようなときに、その、下の階層のように、この袖部付き局所化の配列に、そのまましてしまうと、この折り返し、この宗教界をまたいで、この折り返す部分のデータを、この、何度も何度もこの冗長に通信してしまうっていう問題が起きてきます。でこれはそのレベル2ですと、まだまだその、まあ、許せるかなっていう範囲なんですけども、これはレベル1になって、これがさらに大きくなって、さらに最上層になったりすると、もうその自分自身のセルの情報しか必要ないにもかかわらず、何度も何度もその、まあ、そのプラスマイナス方向にまあ、その通信をするっていうようなことが起きて、まあ、非常に通信に冗長性が出てきてしまいます。で、まあ、本質的にはそのこの上位階層になってきますと、このもともと分割する前の配列の全要素の範囲内で通信すれば、まあ、十分なはずだということが、気がつけば、まあ、その通信の部分ではその全要素を通信するにとどめておいて、その演算部でそのあたかもこの袖部付き配列の袖部にあるかのようにアクセスしていくっていうことで、その通信を削減するっていうような工夫ができます。で、まあ、我々のコードではそのインプットパラメーターを与えてやることで、この下位階層の袖部付きの配列を前提した通信と、この上位階層のこのオリジナルの
配列を使った通信っていうのを切り替えるようになってまして、その切り替えをすることでその通信量を削減して、そのたくさんのノードに対応した並列ができるようになっています。で、ちょっと早いですけれども、今回の話をまとめますと、分子内の相互作用と分子間のノンモデル相互作用の計算及び高速多重極点解放っていうのを用いたクーロン相互作用の計算を含む分子領域化計算について、その並列化特性について解説してきました。で、 M ペア並列性能及びこの演算性能を向上させ得るデータ構造について、座標及び多極子、これは上位階層別にごとに解説してきました。で、今回はそのあまり話さなかったんですけども、次回ではこのデータ構造をもとにしたこの3次元トラスネットワーク上での MPI の並列化の具体的な技術ですとか、その OpenMP、SIM の並列化技術を、我々のコードで体験して、効果があったなっていう範囲内ですけども、具体的に説明していきます。以上です。はい、どうもありがとうございました。